2023年10月29日、ウクライナ東部ドンバス地方ドネツク州アウディーユカ近郊において、ウクライナ国境警備隊がロシア空軍のスホイ25とみられる航空機を、対空ミサイルによって撃墜したことを明らかにしたよ。ウクライナではこの10月になってからロシア軍機の撃墜が相次いでいるとされ、地上支援用の攻撃機であるスホイ25攻撃機が10月に入ってから少なくとも5機撃墜されているとみられ、これだけロシア軍の航空機が損失したのは2023年2月24日から始まったこの侵略戦争の開始初期以来とされているぜ。さて今回はそんなロシア軍機が次々とウクライナで撃墜している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。10月にロシア軍機の撃墜が増えている理由については、6月初旬に始まったウクライナ軍による反転攻勢を食い止めるために、ロシア空軍がスホイ25などによる近接航空支援に注力しているためとみられているよ。ロシア軍は昨年の侵攻開始初期においては、ウクライナ軍の防空システムを軽視したことで、多数の航空機やヘリコプターを失ったため、ウクライナ空軍をはるかに上回る航空戦力を保有していながらも高価な航空機の損失を恐れ、その後はウクライナ軍の地対空防空ミサイルの射程外となるロシア領空を飛行する爆撃機などから、長射程の滑空誘導ミサイルや爆弾などによる攻撃に切り替えられていたんだ。しかし、ウクライナ軍はアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO から供与された、長射程の GPS 精密誘導ロケット弾や空対地巡航ミサイルなどによって、ロシア軍の榴弾砲など地上部隊を支援するための火力はその戦力を大きく削がれていったな。だが、ウクライナ軍の反転攻勢によって東北部のハルキウ州クピャンスク、ドネツク州のバフムートやアウディーユカ、ザポリージャ州などの戦線での戦闘が拡大し、ロシア地上軍への火力支援が必須となったために、スホイ25攻撃機による短距離で無誘導の空対地ミサイルや爆弾などによって近接地上支援を行わざるを得なくなったってわけだ。スホイ25攻撃機は1981年から運用が始まってからもはや40年以上が経過している機体だけど、様々な派生型が開発されていてこれまでに実戦として、ソ連のアフガニスタン侵攻やアブハジア紛争、中央アジア各地での内戦、南オセチア紛争、アルメニアなどザカフカース方面での紛争などを経て、現在においてもロシア空軍では主力攻撃機として運用されていて、旧ソ連構成国やアフリカ、中近東、アジア諸国などでも主力として運用されているほか、ウクライナ空軍においても主力攻撃機として運用されているね。スホイ25に搭載されているエンジンは推力 44.18kN のツマンスキー R95 スターボジェットエンジンで、このエンジンには通常のジェット燃料のほか、ガソリンや軽油、アルコールなども燃料として利用できるみたい。また、操縦席はチタン合金で補強されているほか、燃料タンクなど機体にも徹底的な防御手段が講じられていてパイロットの生還率が高められており、その厚い装甲からフライングタンク空飛ぶタンクと呼ばれるほどだぜ。基本的な主要諸舷は、乗員1名全長 15.36m 全幅 14.36m 全高 4.8m 翼面積 33.7 平方メートル、空居重量 9500kg 最大離陸重量 17600kg とされ、2機のツマンスキー R95 スターボジェットエンジンによって、最大速度 950km 毎時航続距離 2500km 実用上昇限度 7000m の性能を発揮し、固定兵装はガンポッドに自主30-30m 方針機関砲1門装弾数250発を持ち、左右翼下に5箇所ずつあるハードポイントに最大 4400kg まで、各種の空対地ミサイル、空対空ミサイル空対地ロケット爆弾 250kg 及び 500kg や空対地ロケット弾などを搭載できるらしい。ウクライナ軍では、アメリカから供与された歩兵携帯式防空ミサイル FIM-92 スティンガーによって、スホイ25による近距離における近接航空支援を阻止していて、これまでスティンガーによってスホイ25が撃墜されていたよ。スティンガーは英語で毒針との意味があり、低空を比較的低速で飛行するヘリコプター、対地攻撃機などに対して有用な兵器であるが、
低空飛行中の戦闘機、輸送機、巡航ミサイルなども攻撃できるように設計されているんだ。そのため、ミサイル誘導方式には高性能な赤外線紫外線シーカーが採用されていて、このことによって発射後に車種が誘導操作を実施する必要がなく、ミサイル自体が持っている熱源追尾能力によって攻撃目標に正確に命中するんだって。車種は1名でも発射可能で、まず車種が目視で目標を確認した後に本体のスイッチを入れて目標を捕捉し、引き金が引かれるとシーカーが冷却され、ミサイル後部に装着されているブースターローンチモーターによってコンテナから射出、本体から9から10メートル離れてからロケットモーターに点火され、ミサイル本体が超音速まで加速されて目標に向かうよ。しかし、アメリカのほか、リトアニア、ラトビア、オランダ、ドイツ、イタリアなどからも提供されたスティンガーは、今年の7月頃からウクライナ軍が保有している在庫数が減り、ウクライナ側ではアメリカに対して追加供与を求めているものの、アメリカ本国でも在庫が少なくなっているとされていることから追加供与は難しい状況だぜ。ただ、ウクライナ軍に対してはイギリスからより高性能な短距離対空ミサイルである AIM-132、アスラームの提供が開始されていて、ウクライナ軍ではこの空対空ミサイルを移動式の発射台に搭載した上で前線に配備しているとされているな。またアメリカはウクライナへの防空ミサイル供与が滞りがちでウクライナ軍の在庫が枯渇しかけている問題を解決するためとして、同盟国やパートナー国から提供されているあらゆる対空レーダーやコンポーネントを組み合わせて即席の防空システムを形成する、フランケン SAM と呼ばれているプログラムを提案しているらしい。例えば、アメリカが供与した対レーダーミサイル AGM-88 ハームを、ウクライナ空軍が運用しているロシア製戦闘機から発射可能にしたのもこのプログラムによるものとされ、そのプログラムの一つとして、ウクライナ軍が運用しているロシア製の自走式の地対空防空ミサイルシステム QK-37 ブークに、アメリカ製の艦対空ミサイルリム7シースパローを搭載して発射可能にしたことが伝えられていて、このブークから発射されたシースパローがスホイ25を撃墜している可能性が高いとの指摘が出ているぜ。アメリカ軍では現在、短距離空対空ミサイルは AIM-9 サイドワインダーが運用されていることから、AIM-7 の在庫が多数あるとされており、これをブークから発射可能となったことが事実であるとするならば、ウクライナへの提供には全く問題がなくウクライナ地上軍の防空において大きな支援となることは間違いないとの見方があるね。また、アメリカは AIM-9 も地上発射システムとともにウクライナに供与する動きがあるとする情報もあり、これらによる防空スタイルが確立することによって航空近接支援がないことから進撃速度が、期待している反転攻勢作戦に大きな弾みとなるとされているよ。このようにウクライナ軍はあらゆる手立てによって航空優勢を完全にロシア軍に渡さないように努めているのであるが、劣勢の空軍も何もせず隠れているだけではないとして、10月24日にこの戦争に関する情報を提供しているテレグラムチャンネルに投稿された動画には、ウクライナ空軍が運用している旧ソ連製のスホイ27戦闘機が、標的に向けてミサイルを発射して飛び去る様子が撮影されていたな。このスホイ27戦闘機の標的が何を対象としていたか、あるいは撮影された時期や場所は不明だが、カーイマットチャンネルでは、ロシア軍の空中目標に向けて空対空ミサイルを発射したと説明しているぜ。オランダの戦争関連動画や画像を調査している OX によれば、2022年2月24日侵略開始以降、ロシア軍の航空機は85機が破壊、8機損傷とされ、この中にはスホイ25攻撃機30機が含まれているとされ、この先その損害が拡大するとともにパイロットの損失も増大し、ロシア軍にとっては大きな痛手となると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。